今、撮り鉄と思われる人物が一人線路内に立ち入っています。白いバッグを持ち、灰色でしょうか、灰色の上着を着たかなり若い男です。枠からちょっと今外れてしまっていますが、今左側にいます。奥の方に一人入っていきました。そしてもう一人、先ほどの人物が線路の脇の電柱に隠れた状態でカメラを持って撮影しているのでしょうか。左手にも一人同じぐらいの年代の人がいます。皆さんはご存知でしょうか。鉄道の線路に立ち入った場合、鉄道営業法違反になります。無断で線路内に立ち入った場合に適用され、1万円未満の罰金が科せられます。その他、往来危険と過失往来危機、置き石など列車の往来に危険を生じさせた場合などに適用され、この場合は2年以上の懲役、過失往来危険罪では30万円以下の罰金が科せられます。そして威力業務妨害、例えば駅員の制止を無視して線路内に立ち入り遅延や運休を生じさせた場合、列車の往来に危険が生じなくとも問われる場合があります。この場合は3年以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられます。ここまでは刑事責任です。罰金等を支払っても鉄道会社に何らかの損害が発生すれば、民事上の責任、つまり賠償金を支払う責任が生じる可能性があります。電車の運行に影響が出た場合、鉄道会社からの損害賠償請求は、車両の修理代や遅延による払い戻しで生じた運賃、振り替え輸送にかかるコストなどで算出されます。時間帯によっても変わってきますが、賠償金は過去 JR 東海の列車と高齢男性の人身事故で遺族に700万円以上が請求されたことがあります。線路に立ち入るというのは比較的今容易にできてしまう行為ですが、これはかなり重い犯罪であるということをぜひ再度ご理解いただければと思います。よくあるのが、駅の時刻表に今来る列車が来る時間帯ではないから線路に入っても大丈夫だというふうに考える方もいらっしゃるようですが、時刻表に書いていなくても貨物列車や回送電車、そして通過する特急電車など予想しない列車の往来というのが可能性として十分あり得ます。この点もご注意ください。今左から2人の若い男が線路に侵入しています。ちょっと見づらいですが、左側の男性は右手にカメラを持っているように思います。そして白いバッグを持ち、今線路の画面の中央付近に向かっています。多分この2人年齢も近いので友人でしょうか、何か会話をしています。乗車中の電車は1%合計の首都圏をぐるぐる回るツアー列車、その休憩中です。列車はこのターミナルでしばらく停車をしています。通常列車が来るような場所ではありませんが、本日はツアーの乗客に限り、この1%合計の車内で休憩をすることができます。ただドアは開きませんので線路に出ることはできません。なのでこの2人はツアーの参加者ではないのは明らかです。線路内の人立ち入りに関しては、先ほどお話した通り犯罪行為ですので、この件は車掌さんに報告をさせていただきました。車掌さんに報告の上、車掌さんからは指令に連絡、そして
近くを歩いているホセインの方が線路付近を見に行っていただけるという話になりました。今白いカバンを持った男性、カメラを構えて写真を撮っています。そしてその前にも黒い服の男性がいます。今画面の左の方に向かいました。線路の外へ向かったのかと思いきや、今ホセインの方が来ましたね。先ほど車掌さんから指令に連絡をし、付近のホセインさんに連絡をしてくれるということでしたので、多分その方だと思います。残念ながらそのホセインさんが線路内を見に行った時には、その撮り鉄の2人組はもうすでに逃げてしまった後のようです。しかし証拠となる映像はしっかりと撮れています。この時私は一パー号券に乗車をしていました。窓を開けて線路に入るなと叫ぶこともできましたが、それですと逃げてしまう可能性があります。停車時間が十分あり、車掌さんへ報告するのがベストだと考え、車掌さんへの連絡とさせていただきました。今ちょっと分かりづらいですが電柱に隠れています。カメラを持って、多分この1パー合計の撮影でしょうか。今電柱から出てきました。先ほどの灰色の服を着た白いバッグを持った男です。かなり年齢は若そうに見えます。線路の立ち入りは何度も言いますが犯罪です。どこから侵入してきたのでしょうか。こういう撮り鉄はほんの一握りなんですけれども、こういったことが起きてしまうと、やはり撮り鉄のイメージというのがすごく悪くなってしまいます。鉄道ファンは多くいます。撮り鉄の他に乗り鉄や音鉄なんていうのもあるのはご存知でしょうか。撮り鉄というのは主に写真を撮るから撮り鉄と呼ばれています。同じ撮り鉄でも録画の録で撮り鉄というと音を撮る撮り鉄になります。そのあたり詳しく解説するとかなり時間かかってしまいますが、とにかく線路内への人立ち入りというのは列車の運行の妨げになります。そしてこの人、この2人のせいで鉄道ファンが、こういう人物なんだというイメージが一般の方についてしまいます。過去にはテレビ朝日でも撮り鉄を過剰に批判するような報道というのがありました。あの有名なスーツさんもそれに対して意見を述べていたりします。今後こういったことが少しでも減ってくれたらなと思っております。残念ながら私は車掌さんに報告し、ホセインさんが線路を見に行きましたが、この2人の確保に至ることはありませんでした。しかし映像は残っていますので、今後この2人が何らかの状況になる可能性はあります。警察からの捜査等が入る可能性もあります。この動画が役に立ったいいなと思った方、そしてこの2人の情報をお持ちの方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、フォローよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。駆け込み乗車はおやめください。